なんか暗いね。なんで？本日の動画は原点回帰でもないですけど、アイスを食べながら質問コーナーをやっていきたいんです。久々じゃないですか、質問コーナー。なので久々に私もペラペラ喋りたいのと、皆様の質問にお答えしようということで質問コーナーを取るんですけど、9月20日から9月23日までの22日、22日、23日、4日間かネイチャー館から出る、てってれん、またまたこのラッシーシリーズですね。今回は沖縄県産のマンゴーを使ったマンゴーラッシー、これが新発売なんですね。それの先行予約販売みたいなのがその4日間でありまして、その4日間のうちに予約したら送料も無料で購入できるらしいんですね。でこのラッシーシリーズさ、このフルーツ系のねネイチャー缶のやつ外れないっていう感じ で、 でもこれは WPC なので、お腹ギルギル、乳糖不対症でお腹ギルギルなっちゃう方はちょっとこれも飲めないんですけども、なんかネイチャー缶のこのラッシーシリーズめっちゃ牛乳してるわけでもないし、なんかラッシーって結構酸味が強いイメージないですか皆さん。その酸味もこういい感じの酸味にで作られてるから、なんか酸味苦手やねんって人も全然いけるぐらいの酸味。色はこんな感じ。いただきます。うん、これはうまいぞ。普通にカフェに出てきそうなマンゴーらしい、南国で飲むマンゴージュースのようです。これまたバズるんちゃいますか。で今回食べるアイスはじゃじゃん、これセブンイレで売ってんねんけど、大学芋で、でもこの一袋でなんと316キロカロリーもあるっていうちょっと爆弾級なんですけど、脂質がなんとね 12.9 もあります。で炭水が 50.8 って書いてあるけど、それはほんまか。でこれどんどん量少なくされてんねん。これ不景気やからやろ、もうちょっと前はな大きかったはずなんですけど、どんどんちっちゃくなって少なくなってるし、なんか今日のはボロボロ。でもね見た目はどうでもいいんです、これ美味しいから。でもちょっと今はカチカチすぎるので、これがいい感じに溶けるまで質問コーナーをし続けて、食べてまた質問コーナーしてっていう感じで、今日は私がひたすら喋る動画になります。よし、はい、では1つ目、ジャンクフードとか普段食べないんですか。これはジャンクフードと言いますよね。意識的にやめてるとかは特にないですやし、まあおふきなのでそのジャンクフードは一切ゼロですみたいな感じではないかな。まあ、でも一人でわざわざジャンクフードを選ぶっていうことはあまりないかなと思います。次、最近のおすすめアイテム。セイロ、おすすめアイテムはセイロです。このセイロの動画を上げてから、その後イベントで会った方とかにセイロめっちゃ迷ってますとか言ってもらえるんですよ。なのでマジでおすすめですって言ってるんですけど、セイロめちゃくちゃ最近のおすすめアイテムです。次、エイト君優勝の写真じゃん。さくらちゃんは落ち込んだ時どのように解消していますか。これに関しては基本寝る、なんか寝られへんぐらい落ち込むとかあまりないんですけど、もし本当に寝られへんぐらいとかやったら、こう理解してくれる友達、家族とかパートナーとかに話すのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりなんか SNS とかでもよく見んねんけど、悩みの根源ってもう基本は全部考えすぎっていうところから来るらしいから、ほんまに一人で解決しようってするとどんどん沼にはまっていくっていうのはあるあるだと思うんですね。なので悩み事とかムカつくこととか、こう気軽に話せるような理解者が一人でも近くにいると、なんかそういうことって結構解決にすぐつながったりするんじゃないかなって思います。甘いものめっちゃ食べたくなったらどうしますか。まあ、プロテインでしのぐ。ただ別に減量でもないし、普通に甘いものが食べたいねんって方とかはもう全然こんなん食べちゃっていいんじゃないでしょうか。人間なのでね、ずっと節制とか無理やし。でいい感じにちょっと柔らかくなったので1個食べます。うーん、あ
相変わらず美味しい。これめっちゃ美味しい、ほんまに美味しい、マンゴーらしい。筋トレやめようって思ったことありますか？マッシン。次、セリちゃんの漢字教えて。セリちゃんは世界のせいに利益の利です。ちなみにヨーダは世界のせいに打席のだ、打つですね。今は週に何回トレーニングしていますか？今は週に多くて3回くらいになっちゃったかなって感じですね。片思い中ですか？恋してる雰囲気を感じます。本当ですか？そんなことはないです。好きなおでんの具は何ですか？糸こんにゃくです。産後の体型の変化にショックを受けて立ち直れません。何か前向きになれるお言葉をください。このね、産後の体型の変化のショック、私が分かるなんてことは今はないんですよ。私が産んでないから。けど、もう命をかけて出産したわけやから。で、その赤ちゃんを守るために変化した体やから、誇りを持っていいんじゃないかなと思うんですね。で、体型っていうのはすぐに変わっちゃうように、元にもすぐに戻れるから、そんな悲観的にならずに、余裕、変われる、全然すぐ戻れるっていうメンタルで、私やったら頑張りたいなって思うから頑張ってほしいなって思います。お酒は飲みますか？全然飲まないんです。っていうか飲めないっていうか、飲めるんですけど強くないのと、なんかお酒飲んだら飲んでる最中からむくむねんけど、なんで？本当にこれ美味しいか、食べたことない人一回食べてみてほしいです。セブン入れの、あの冷凍コーナーに置いてます。国試に向けて大事な1年だったり、アンチに精神的に削られても動画を上げるモチベは何ですか？ストレスないように今この活動をやっているので、まあ、特になんか、なんやろうな、負担にならないように編集も今はやってもらっている状況ですし、まあ、負担は自分の中ではすごく少なくなってるから、まあ、その勉強と両立っていう面では去年よりは全然勉強に重きを置けてるっていうのと、まあ、アンチに精神的に削られてもっていうのは意外と削られてないですっていう感じですかね。だからなんかそれでなんかコメント欄が嫌な感じになってるのを目にしたくないっていうね、多分視聴者さんもいると思うんですけど、本当にそれはすみません。なので最近は私もだるって思うコメントはすぐ消してます。なんか自分に都合の悪いとかいうよりかはもうだるって思うようなコメントは消させていただいてるので、でもそういうのってコメント消したら、あの次コメントしてもできないようにね、すごい YouTube 仕組みになってるので、まあそういう感じで対処させていただいております。女性です。上半身は細身なのですが、下半身特にふくらはぎが太くて悩んでます。細くなるトレーニングいくつか教えてほしいです。なのでこれに関しては私も一緒なんですね。上半身だけ見ると多分そんなに太ってなさそうやろうと思うんですけど、ほんまにやっぱ私も下半身にめちゃくちゃつきやすいので、これはなんか体質にもよるらしい。体質っていうか骨格なんかな。でもほんまに人によって全然違う。めちゃくちゃ上半身につく人もおるし、下半身はなかなかつきにくい人もおるし。でも総じてなんか下半身つきやすいから、じゃあ下半身どれだけしたらいいんかってそういうわけでもないと思うので、私は部分痩せはあまり効果はないかなって思うので、よく食べて、よく動いて、心がけて。でもやっぱり落ちにくい部分ってなんか使ってなかったりはするらしいので、結局腰の肉とか、それこそ私で言ったら大会の時にダイヤモンドカットが見えへんとかも、やっぱりお尻の下部をなかなか使えてなくて、うまくマッスルコントロールができてなくて落ちにくいっていうのも、まあ、あるらしいんです。なのであの使ってないところはもちろん落ちひんから、なるべく使う意識はしつつ、でもやっぱり下半身だけ痩せさせるとかやっぱ難しいと思うので、まあ、バランスはね、比重をちょっと下半身大きくして動かす頻度を上げてっていう意識をちょっとでもしたらマシになるのかなと思ったり。明日イタグレをお迎えします。イタグレ買う極意、何色なんやろか見たい。あ、そうそう、今ようちゃんとセリちゃんいないんですけど、実家に帰ってるんです。イタグレを買う極意はですね、やっぱりね、寂しがり屋なんですね。まあワンちゃんはみんなそうなのかもしれないんですけど、特になんかイタグレはまずひっつき虫です。なので一緒に寝てあげる
これは私の主観じゃない、なんていう、私の勝手な考えなんですけど、まあでも一緒に寝ちゃうと、もう自分で寝れない子になっちゃうっていうのが一つ難点ではあるんですけど、それでも私は一緒に寝てあげたいというか、ようちゃんの前にもう一匹いたぐれを飼ってたんですけど、もうその子の時から一緒に寝てたので、犬は一緒に寝るものって感じなんですね。で、ほんまに一緒に寝ると、ひっついてひっついて離れないので、まあ、とにかくね、いたぐれをね、飼う極意としては、肌身離さず、よし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 ってしてあげるって感じですね。さくらさんが犬になったら何色になりたいですか？私は、ツヤツヤなグレー。私ヨウちゃんとセリちゃん好きで、イタグレが好きで、次買うならって言われたら、まあ次はもうイタグレが欲しいんですけど、大型犬を買うならって言われたらダルメシアンかワイマラナーがいいんですね。で、まあどっちかというとワイマラナーがいいんですね。この色、この色になりたいです。この色のイタグレになりたい。次、お、日曜の朝の有酸素ライブいつまで続けてくれますか？これね、いつまでなんやろ。でも私も週一の楽しみやから、これをもちまして日曜日の有酸素ライブはすることやめますみたいなのは今のところ何も考えてない。だから今のところは絶対にないと思う。もちろんなんか予定が入っちゃって日曜日できてないこともあるんですけど、都合でできひんことはあるけど、じゃあ金輪際することありませんみたいなのは、見てくれる人が0人になるまでないかなって感じですね。さくらちゃんいつも見ています。初めての減量で精神が病んでた時の安定剤さくらちゃんでした。ダメまで減量頑張ったんですね。なんか減量中にほんまにさくらちゃん見てましたみたいなコメントをよくいただくんですね。実際大会で会った方とかすごく嬉しい。だからなんかほら、そういうこと言われたらさ、わ、 YouTube やっててよかったって思うし、わ、 YouTube ずっと続けたいな、そんな方が一人でもいるならって思うわけじゃないですか。それが私のモチベです。YouTube をするモチベね。さっきの答え。推しの曲ありますか？最近ハマってるのはガドロの目覚ま焼きとガドロのここね、好きです。ナイトブラの肩紐くるくるしないですか？これ全然しないですよ。これ何回も着てるけど全然くるくるならないので安心してください。やばい。私も110回薬剤師国家試験受けます。一緒に頑張りましょう。頑張ろう。年齢関係なく合格するまで国試挑戦する感じですか？もちろんそうですけど、今年で決めますので見ててください。じゃあ最近の楽しみは何ですか？でも最近は友達とご飯に行くことが増えたんですね。減量終わったっていうのもあるんですけど、なのでそういう時間、予備校を頑張って一日授業受けて、まあ、自習してその後からご飯に行ってみたいな、もう一日フルで生きてるって感じがする毎日を過ごしているので、なんか毎日が楽しみですね。まあ、結構何でも楽しいって思えるタイプなので、毎日が楽しいかなっていう感じですね。てな感じで今回の質問コーナーは以上かな。ウインクしてくださいってあるので最後ウインクで終わりたいと思います。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。